いらっしゃい。
彩色の夢を見るというやつがいる。しかし僕の夢はいつでもモノクロームだ。Thank you.
とにかく今日のところはだ。俺がお前をやって、お前が俺をやるしかねえよ。 大切なことは子供と話すのが一番。なぜなら子供は未来人だし、政治の目的は未来を目指す。つまり、いさかいや戦争のない世界を作る。戦争もね、日本に原爆投下があって以来抑止の時代になりました。つまり強力な武器と強い力で戦争を抑える。 日本も核武装をした方がいいという意見もありますね。だけどね、平和のために武器が必要だというのは、これ人類の最大の自己矛盾で、子供は納得しませんよ。だって世界中から武器がなくなれば平和になるんですもんね。しかしこれが大人には難しい。だからあなたのね、政治家というよりも人間として 平和を導く道筋、子供たちが納得してくれるようなね、平和づくりの方法論を教えてください。できれば政治家大人としてではなくね、ベテランの子供として明るくね、よろしく。